株式会社、鶴屋百貨店は、熊本県で百貨店を運営する会社。通称、鶴屋。熊本鶴屋と表記されることもある。熊本を代表する老舗百貨店で、売り場面積は日本最大級。キャッチフレーズは、上質な暮らしを提案する郷土のデパート。2017年で創業65周年を迎える。鶴屋本館。 東館の2館に加え近辺に、ニュース館、ウイング館があり、経営4館にて営業している。県民百貨店閉店後は、熊本市内唯一の百貨店となり、大手系列や電鉄系を除く、地場百貨店では、全国4位の売上高であり、3位で、経営再建中の井津屋に迫っている。本館1階のサテライトスタジオからは、 毎日午後2時5分より20分間、RKK ラジオの最長寿番組、午後2時5分に一寸、一服を公開性放送しており、放送中は、店内放送でも、この番組の生放送が流れている。また、同スタジオでは、FMK が毎週金曜日午後4時から、FMK フィールザボイスを生放送している。なお RKK ラジオ、午後2時5分に一寸一服の、 番組中、随所に、同店のイメージソング、鶴やらららが流れており、この曲をバックに、同店で行われる催し物のお知らせなどが放送される。また、鶴やらららは、同店の携帯電話向けホームページにおいて、着メロのダウンロードができるなど、熊本県内では、非常に有名な楽曲でもある。営業時間は、基本的に10時19時。毎週金曜。 土曜のみ19時30分まで。本館7階、鶴屋レストランアベニューは11時21時。元日以外はほとんど毎日営業しているが、定休日となる場合は、火曜日に設定されている。下記には、本館7階屋上にて、ビアガーデンを営業している。鶴屋のロゴマークは開店以来使用され続けているもので、鶴の巣ごもりをイメージしているものである。アルファベットロゴは、 以前ハイランドグループに加盟していたこともあり、高島屋と同じ書体を使用している。ただ下の百貨店と違い、漢字ロゴもポスター、包装紙などに使用されている。紙袋、包装紙は白地に赤と紺のラインが入ったものを使用。シーズンによっては、熊本県のイメージキャラクターである熊門が入っている、紙袋も併用している。 なお、以前の放送誌は公募して選ばれたカーネーションをモチーフとしたものを1965年から使用していた。このデパートの事実上のマスコットキャラクターとして、鶴 P が存在し、鶴の女の子である。本来は、鶴屋女子バスケットボール部に所属する。ウイング館広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。